座礁した和若を8月11日時点の石油流出商船三井本社和若を座礁石油流出事故は2020年にバラツミ貨物船和が潮がモーリシャス沖で座礁して石油流出を起こした事故である。和が潮は2007年5月に竣工したパナマ船籍のバラツミ貨物船で長敷機船の子会社である沖をマリタイムコープが所有し 商船三井が要船して運航していた。我が塩は積み荷を積載せずに中国の村地区模湖を現地時間2020年7月4日に出港しシンガポール経由でブラジルのトゥバラン港に向かっていた。7月25日夜、インド洋を航行していた我が塩はモーリシャス南東部オキラムサール条約の指定地域に含まれているポアントデスニー付近で 珊瑚礁に乗り上げ座礁した。乗員20名に怪我はなかった。この座礁の際に船体を損傷し、2週間後の8月6日朝には、燃料タンクに亀裂が入って、重油1000トン余りが流出した。流出した重油は、モーリシャスの生態系を破壊し、経済や食料安全保障、健康にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。ことから、 モーリシャスのジャグナット首相は8月6日に環境緊急事態宣言を発出し、引き上げの技術や専門知識がないとしてフランスに支援を求めた。マクロン大統領は8日に支援を表明した。9日、首相は船体が真二つになる恐れがあると公表した。1000トンの原油が流出した後も、船内には未だ2800トンほどの重油と200トンほどの軽油が残っていた。 この時船体に入った亀裂は徐々に拡大していて、残った燃料のさらなる流出が懸念された。残油抜き取り作業は急ピッチで進められた。8月12日までには燃料油抜き取り作業がほぼ完了。燃料油以外の潤滑油など100トンについても一部が回収された。その後の8月15日、船体は2つに分断した。 横浜国立大学の岡田哲夫教授は座礁した状態で船首部と船尾部の浮力によって下に突の曲げの力が発生し力が集中した前方から八つ目の貨物スペース付近が割れたとみている船の上下方向には弾性があるが湾曲できる限界を超えたため二つに分断したと考えられている通常では積み込む貨物の重さまた貨物が空の場合は 取り込む海水の重さで船全体のバランスをとっているが座礁した状態ではうまくバランスが取れなくなることが確認されている。この時も限定的ではあったが一部の残油が流出したとされる。分断した船体のうち大きい方の船首部分は8月24日にモーリシャス沖15キロ、水深が3180メートルの海底へ海没処分された。 小さい方の環境部分は8月25日現在、産後礁に座礁したままである。商船三井は9月11日に、現地の環境保全などを目的に、総額およそ10億円を拠出する支援策を発表した。産後礁やマングローブ林を保全することを目的とした、モーリシャス自然環境回復基金を設立し、商船三井は約8億円を拠出するほか、 現地への寄付など約2億円を負担する。運輸安全委員会は9月18日に現地に調査団を派遣することを発表した。同月20日に出発し、2週間程度かけて船体調査や乗組員への聴取などを行う。商船三井は2020年8月9日の会見で悪天候による強い風やうねりで北方へ押し流された可能性があるとした。 インド人の船長とスリランカ人の副船長も、その後安全航海の義務を怠った理由で8月に逮捕されているが、Wi-Fi 説については、モーリシャス政府がロイター通信の取材に際して否定している。地元市、レクスプレスは8月13日付の記事で、乗組員が捜査当局に対して誕生日を祝っており、Wi-Fi に接続するために島に近づいたと説明したことを報じている。 その後12月に事故原因は船員らが船上から携帯電話を使うため島に接近した上、現場の詳細な改造を用意していなかったため、位置や推進を正確に把握しておらず、座礁につながったと原因を公表した。イルカ397頭死んで海岸に打ち上げられたが、直接この事故とは関係ないと政府当局は述べている。一体の回復に30年前後はかかるだろうと。 環境団体は深い懸念を表明している。モーリシャスは世界有数の生物多様性を誇り、サンゴ礁や寄水とマングローブの生態系は地元住民の生活も支えている。国連の生物多様性条約によると、魚800種、海洋哺乳類17種、亀2種を含む1700種の生き物の生息地とされており、 生物多様性のホットスポットと呼ばれている地域である。特に今回の流出事故は、環境保護の対象となっている二つの海洋生態系都市地帯の自然保護区、ブルーベマリーンパークの近くで起きたことで、より深刻な影響が懸念されている。9月1日、悪天候の中、重油の回収作業に当たっていたタグボードが転覆し、作業員3人が死亡。 一人が行方不明となった。多くのモーリシャスの国民が座礁から石油流出までの12日間、政府の対策が不十分で被害が段階的に拡大したことを批判しており、辞任を求めて大規模なデモが起こった。ありがとうございます。